はい、こんにちは、ミシです。今回はですね、足の痛みで悩んでる方に向けてお話ししていきたいと思います。今回特に見ていただきたい方は、痛みが出てからもう1週間ぐらい経ってるけど痛みが続いてるっていう方だったりとか、足の指をこう動かさなければ全然痛くないけど足の指を動かすとこう指周りが痛くなってきたりとか、あとは、歩くとき力を入れるときに痛みが出てくるっていう方ですね。そういった方に見ていただきたいなと思ってます。今回の動画を見ていただけると、徐々にこう足の指の痛みがなくなってきて、仕事とか趣味とかね、ストレスなくできるようになってきますので、ぜひね試してもらいたいなと思ってます。というのも、今回紹介する方法は、僕がね実際に今治療院で働いている理学療法士なんですけど、実際職場で痛みで悩んでる患者さんに対してやってあげて、それで痛みが改善して、でその患者さんもその仕事とか趣味とかねできなくて悩まれてたんですけれども、痛みが改善して普通に歩けるようになって、仕事とか趣味とかねまたしっかりできるようになってますから、だからまあ同じような症状で悩んでる方は、今回紹介する方法でね改善する可能性が高いので、ぜひね試してもらいたいなと思ってます。で早速ねやっていきたいんですけど、この足の指の痛みですね、足の裏の痛みに関しては病院といろいろお話しされるかもしれないですけど、基本的にはね、この足の裏の痛みって足の筋肉なんですよね。指をギュッとこう曲げるときに、ここの足の裏の筋肉がねギューッとこう縮こまって働くんですよ。この筋肉がギューッと働くことによって、こうやって指が曲がるんですけど、この筋肉が硬くなってしまうと、筋肉にはね血管がついてるんで、その血管にね血が巡りにくくなるんですよ。血液って体にこう栄養を補給したりとか、あとは酸素をね送ったりとかする重要なものなので、血液がここに回らなくなると体にとってはすごく大変なことになるんですよ。血が本当にもう何も巡らなくなったら壊死したりとかねしますからね。だからそういったことが起きないように、ここに血がしっかり巡ってないよっていうサインとして痛みが出るんですよ。その痛みが脳に伝わって、痛いって感じるんですね。なのでここの筋肉がしっかりとこうほぐれてくる、硬さが取れてくると、血がここにしっかり巡るようになるので、痛みがなくなってくるんですよ。なのでここの足の裏の筋肉とか筋膜ですね、この辺が硬くなって痛みが出ている方とても多いので、ここをしっかりほぐしていけると痛みがなくなってきます。はい、なので早速ねこれマッサージやっていきましょう。痛みがある人は歩いた時にどの辺に痛みが出るのかっていうのをねチェックしてみてください。で、あとは指をこう曲げた時に痛みが出るかどうかとかね、どの辺に痛みが出るかっていうのをチェックしてみてください。基本的には、痛みが出るところですね、そこが硬くなっている場合が多いんです。今回の僕が見させてもらった患者さんは、ここの親指の、付け根のところですね、ここが、すごく硬くなってました。左右の硬さを比べるとすごく分かりやすいんですけど、硬さの違いが、僕らの場合だと結構分かるんですけど、もしかしたら自分だと分かりにくいかもしれないけど、こうやってね左右同じようにこう触ってみると、どちらか一方がガチガチに硬くなっている場合が多いです、ここをマッサージしていきます。はい、マッサージのやり方は簡単です。指先でこう付け根のところを触ってください。硬いところを触ってあげる。で、あとはこうやって回してあげます。で、回す時に、痛みがない範囲でやってください。痛みが出てしまうと筋肉ってね、その痛みの刺激に反応してギュッて縮こまりやすくなって硬くなりやすくなるので、痛みがない範囲で優しくこうやって動かしていただいてください。軽く圧をかけてですね、軽く圧をかけて回していきます。はい、これをですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう形で、これを、まあ、50回ぐらいですかね、まあ、50回から100回ぐらいですね、繰り返しやっていきます。で、これ繰り返しやっていくと、だんだんね、この、親指の付け根のあたりがですね緩んでくるんですよ。だんだんその筋膜とか筋肉ってね、繊維でできてるんで、繊維がだんだんこうほぐれてきてね、柔らかくなってきます。繰り返し、回してあげます。で、だいぶね今僕の親指の付け根柔らかくなって、これだけでもねだいぶ柔らかくなってるんですけど、それでね左右差をまた確認してみます。硬さを、そうするとね、今の僕の親指の付け根はね、右と左比べるとこっちの方が全然柔らかくなってるんですよ。本当に簡単な方法なんですけど、これだけやるだけでね、かなりほぐれてきます。
痛みが出てる人はかなり硬くなってると思うんで、本当に優しく優しく繰り返し繰り返しやってあげてください。徐々に徐々にこれ繰り返しやっていくと柔らかくなってくるので、右足と左足左右差がなくなるところまで柔らかくしてあげてください。同じぐらい柔らかくなるとその頃には痛みがだいぶなくなってきてると思うので、ぜひ試してみてください。あとは、小指側ですね。今回の場合はですね、小指側も痛かったので、小指側のここですね、付け根のところ、ここをね、やってあげたんですけど、まあ、こっちも同じような形ですね。繰り返し繰り返しやってあげます。本当にやり方簡単なので、ぜひね試してもらいたいんですけど、これ繰り返し繰り返しこうやって回していくだけで、どっちも、まあ痛みがねだいぶこう和らぐまで、繰り返しやってみてください。あとは、本当にガチガチに硬い人はこの中にですね、この柔らかさが出てくるんだけど、もっとこう奥の方に硬いしこりがねできていると、それを取ってあげないとね、完全に痛みは取れないんですね。でその場合はちょっとこうまだ痛いなと、押すとまだ痛いなっていう場合は、軽く指圧してあげてください。このちょっとこう押すと、あ、この辺ちょっと痛いなって思うところがあったら、そのしこりをねキューッと圧迫します。で本当にちょっとこの辺まで押すと、ちょっと痛いなっていうぐらいのところまで押したら、キープしてあげます。10秒ぐらい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って形です。でこれ1回緩める。でもう1回ギューッと押して、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って形で、こうやってね、ちょっと痛いなって感じのところを繰り返し繰り返しこうやって指圧してあげてください。そうするとこう指圧するとその筋肉がキューッとこうちょっと軽く圧迫されて緩めて、で繰り返していくとだん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 筋肉がねこう柔らかくなってほぐれていくので、それで繰り返しねマッサージしてあげてください。で、今回はこの2つの方法ですね、回してあげて筋膜表面の硬さを取ってあげる。で取った後にその下にある、残ったしこりが筋肉の本当に硬くなってる芯みたいなのが出てくるんで、それがある場合は、キューッとこう指圧してあげるとちょっと痛いなって感じるところが出てくるので、そこをグーッと押して、緩めて、グーッと押して緩めてっていう形でやっていくと、だん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 ここの硬いところがほぐれてきてね、で左右差がなくなってくるところまでやってあげると痛みがだいぶ良くなってきます。ぜひね、このあたり、指の痛みでね、悩んでる場合は試してみてください。まあ、今回は足の指の付け根のね、裏側でしたけど、今度は足の甲の方が痛いとかね、いろいろ人によってね、痛んでる部分が違うと思いますので、まあ、これからもいろいろやり方はね、細かくね、解説していきますんで、それ以外のその、体のどこが痛いとか、ピンポイントでなんか具体的に痛いところがあるっていう場合はですね、コメントとかいただけるとそのポイントに沿ったマッサージの方法とかもお伝えできると思いますし、なんかこうより具体的にねやっぱり伝えていきたいっていうところがあるんで、まあいろいろもし体の悩みありましたら、教えていただけると嬉しいです。はい、ではこれからもいろいろマッサージの方法、ストレッチの方法、筋トレの方法とかね、まあいろいろお伝えしていきますので、もし体のことですね興味がありましたらよろしくお願いします。はい、じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。